こんちゃーす。レトルトと申しやーす。というわけで、今回はアウトラスト2をね、実況していきたいと思います。前回アウトラストね、1と DLC まで込み込みで終わらせたんで、まあ早速ね、2も遊んでいこうかにゃということで。で、難易度はね、やっぱクレイジーはちょっと絶対無理なんで、まあ不条理なのは人生だけでいいってことで、まあハードぐらいがやっぱりちょうどいい塩梅なんじゃないかなっていう。俺がね、一つ心配してるのは、やっぱ僕レベルになるとゲームが上手いんで、クレイジーでも攻略できるんですけど、まあただね、このゲームの難易度が上がるとなんかバッテリーが落ちてる数が変わるみたいで、ってなると暗所のね、シーンが多くなりすぎると、やっぱ視聴者的によろしくないんじゃないかなっていうとこからハードぐらいにね、しておいてあげますわ。ということで、アウトラスト2には激しい暴力や流血表現、性的な内容、乱暴な言葉が含まれます。含まれます。極上の恐怖をお楽しみください。ということで、まあ、例のあれね、いつも通りの。リン・ラガーマンはフリーのジャーナリスト、アリゾナ州郊外にて一人の妊婦がありえない状況で殺された。不可解な事件の真相を追っている、またジャーナリストが主人公か。これ、壊れるな。あなたはブレイク・リン・ガーマン、彼女の夫であり、助手であり、カメラマンだ。ブレイク・リン・ガーマン、ランガーマンとは違うのか。すべてを記録に残すこと、リンもブレイクも戦い方を知らない。この砂漠で待ち受ける恐怖から逃れるには、走るか隠れるか、それができなければ死ぬしかないのだ。っていうことは、今回の、場所は砂漠なのかな？主人公は二人いんのかな？何なんですかね。俺、マジ2に関してはガチで何にも情報知らないですよね。1はさ、実況見たことあったけど、2に関してはガチでわからん。これがリンかな？怖いだって、僕がいるよ。僕の後ろに隠れてて。守る！守る！彼が来るわ。魔男かな。爆心。声同じこれ。ちょ、わかんねえな。声汚いっすよ。もうちょっといいマイク買って。あれでしょ、どうせ安物のゲーミングヘッドセットでしょ。高いの買わないと高いの、ちゃんと。タートルビーチとか。ジェシカ・グレイの夢を見てた。俺らが子供だった頃の夢を。ジェシカ・グレイっていうのは何だろう、幼馴染かな。なんかヘリコプターって大体墜落するイメージあるけど、これ大丈夫ですかね。ヘリコプターといえばさ、やっぱ墜落がお家芸というか、ヘリに乗ったからには、やっぱこういうホラーゲーム系は墜落しなきゃいけない運命にあるんですよね。だからこれ墜落すると思うんですよね。つかみが大事、そりゃそう。確かに、いつものカメラ高そう。こういうカメラかっこいいから欲しいよな。おっと、メガネ系男子ですかね。絶対墜落するだろ。もう酒見えてんだよ。古事記にもそう書いてあった。ヘリコプターから始まるホラーは絶対に落ちるって。はっきり分かんない。あー、感度高すぎ。感度高すぎ。感度落としまーす。まあ、OK。ズームもいい感じ。あ、これ、マイクテストしてる？そのうるうるリップで、おじちゃんのカサカサリップ潤してくれないか？身元不明女性の、殺されたらまずくないか？現状では不明だ。こっちが女子アナで、俺があれかな、撮影する人かな、カメラマンさん。胎児のことにも触れておきたい。その方が胎児か。なんか DLC の悪夢思い出すな。孕まされそうになったんだよな、男なのに。わけがわからん。今から2週間前、子供を身ごもった若い女性がたった一人で裸足のまま近くの町から150キロ離れた荒野のハイウェイ。おお、やっぱり墜落する、はっきりわかんだね。だから飛行機じゃねえや、ヘリコプターには乗っちゃダメなんだよな。お前の顔が一番ホラーだわ。近い、離れてくれよ。知らない人の顔が目の前にあるのマジで嫌なんだけど。ちょっとパーソナルスペースおかしすぎ。十字架が逆さまなのがセクシー。で、十字架の話題出したら、イエス様が貼り付けにされてる。俺は SM プレイ中かな？なんで勝手に開いたんだ？
ほい。多いっすね。感度ちょっと遅いかもな、逆に今度は。やっぱ、ゲーマー、FPS ゲーマーあるあるなんだけど、感度にうるさいから。俺は、SM プレイに興じる、キリスト様かな。どうなんだろう。コーラン燃やすのと、貼り付けにされたイエス様を SM プレイ変態おじさん呼ばわりするのと、あとは天皇を馬鹿にするの、どれが一番やばいんだろうな、この3択だったら。ランキング的にはやっぱコーランが1位か。このランキングつけようとしてる時点でもうやばい説はちょっとあるか。一旦ね。出たわね。こういう水飲み系のやつさ、あんま使ったことないわ。なんか、汚そう。あんまびっくりしないんですね。なんだこれ !8 番出口夢落ちですか？なんか8番出口で見たことあるな。砂漠というにはだいぶ木々が生い茂っていないか。レンだ、任してくれよ。指切り、なんかもう手がゾンビみたいになってるぞ。出てシワシワ。バック。バック。バックバック。燃えてるね。お、なんか、人いないって思ったけど、違うか。人はいなさそうだな。運転手も含めて全員、チリジリになった、これ。なんか、さっき出てたよ、ね。リンを探そう。動画を見る。あ、こんなんあるんだ。新しい要素ですね。わ、急になんか、アンチャーテッド始まった。うん、行った行った。なんか今、多分チュートリアルと違うことやったな。まあいいか。重要なイベントはビデオに録画しておきましょう。カメラは、左クリック、違う、右クリックで構えることができ、録画は自動的に開始されます。録画中はレックマークが点滅します。レックマークが点滅中はイベントを正しく録画できています。赤いリングがフルになるまでカメラを動かさなければ、録画が完了します。おー、シッツ。おぉ。ジーサス。自分いいっすか、録画。FF 外から録画失礼するぞ。録画完了。録画画像を確認して出来事や目標について詳しく知りましょう。プレイ。彼女はいなかった。断崖の中にリンの死体はなかった。まだ生きているかもしれない。ああ、こうやって解説してくれるんだ。サンキューな。解除解除。これってさ、普通に撮ってるだけでもさ、電池の残量減るか？どうだろう。前作は減らなかったけどな。監視機能を使うと暗闇の中でも周りが見えます。カメラを構えて F を押してください。おぉ、なんかちょっと見やすくなったか、前作より。別にさ、暗視機能使うまでもないんだよな。おぉ、なんかいるぞ。おぉ、なんか虫がいるな。墜落のせいじゃない。なんてこった。これ運転手の人か。運転手っていいのか、操縦者。あらこれはファック連呼だな。暗いか、ちょっと。ああ、あれですよ。視聴者の方たちの性格のことじゃないですからね。ちょっともうこのゲームやってるとさ、ちょっと気使わなきゃいけないことが多すぎるな。どっちが後ろでどっちが前かわかんねえよ、これ。あ、そういう感じね。やばいやばいやばい。バッテリーが。前作はこんなピッピピッピ鳴ってなかったよな、確か。だいぶ危機感煽ってくるね。視野角が狭いのちょっと嫌だな。村だ。おお。いやいやいや、助かってないだろ。あんな、貼り付けにして人ぶっ殺してるような、とこのすぐ近くにある村とか絶対やばいって、はっきりわかんだね。飛び越えるには腰の高さの相手に向かって前進しながらスペース。
つも通り。なんかさ、ブルブルしてんだけど、何これ？動機ずれ？怪我してんだよ。開かない。開かないんだったら、開ければいいだろう。開けろ！デトロイト死刑だ。お、中ちょっと覗けんじゃん。What the？何もなし。OK。OK なのかな？明かりがあるぞ。なんだ？なんかガサガサ言ってたぞ。サボテンだ。Is anybody there? 怖いな。Please. What the？バッテリー交換。そうじゃないか。じゃあ、オッケー。Hey. お、hey, man. 死んでる。Oh, shit. 死んでますよ。親愛なるエリエ。僕はもう耐えられない。ん？何これ？写真撮った。確認できる。あ、こっちの方がいいな。バッテリー使わなくて済むわ。親愛なるエリエ。僕はもう耐えられない。僕らがやってしまったことや我が子たちと離れ離れになることにも。だから僕は行こうと思う。君を置いていくことを許してほしい。神よ、この最後の。なんかこれ造反を許したまえ。彼らを差し出す必要があったことは分かっているけど、僕の心はズタズタに引き裂かれ、もはや生きていく気力もない。もうすぐ最後の時が訪れたら、神がこの罰によって僕を永遠の炎で焼かない限り、熱い！僕らはまた一緒になれるはず。その時まで大神父クノースの腕の中で必要とする女の喜びを見つけてほしい。ん？大神父クノースの腕の中で女の喜びを見つけてほしい。寝取られ壁かな。これ寝取られ壁ですね、完全に。なるほどね、そういう感じの神父がいるんだ。いや、正直さ、あれだよな、聖職者の立場利用して、なんだ、淫乱行為にふける系ね、つってシチュエーションってさ、マジで興奮できる。江戸すぎ。江戸時代。なんか俺のアイコンみたいなのが落ちてんの。新しい俺のアイコンにしようかな。この角度で撮ったら完全に俺のアイコンだな。 OK、 暗所節約節約。どこが開くとこで開かないとこなんですか。チラッと覗くにはマウスの5ボタンか4ボタンを押し続けます。あ、今作もあるね。なんであれ赤いんだ。ちょっと怖いぞこれさ。覗いたらわーって出てきそうで怖いんだけど。あ、何何何何、マジマジ、ちょっと怖くなってきた。なんか、あったー、やっべー。これなんかやばいのいるぞ。家政婦は見た。これどうしたらいいんだ。普通にやばいよな。え、ガッチでちょっと怖くなってきたかも。おった。はいはい。はい、ええ、こういう感じっすか。今回だいぶセキュリティ緩いっすね。おっと、ノックしない方が良かったかな。うえー、怖えー、ん？写真撮ったのか。よし、クリーンディギズド。親愛なる大神父様、我らが愛しき神からの啓示が続いており、日々敵の誕生は近いという確信を強めています。これは陰謀論じゃん。ダニエルの部屋の床の汚れをこすり落としている時でした。頭の中で神々しい音楽が鳴り始め、私は真実の光景へと落ちていきました。そこで見たのです。燃え上がる太陽のような生き物を、宇宙へと向かう歯の、なにこれ？輪？輪が幾重にも並び、
腕と思われる上司をだらんと垂らしていました。しかしよく見るとそれは陰茎で子作りに備えて起立しました。やがてこの巨大な太陽が降り、何を読まされてんのこれ。何これ、詩的に言ってるけど、ただの下ネタじゃん。大地を犯し、炎の中から猫背をした巨大で恐ろしい何かがいくつかを見落とされました。私はその恐ろしさに圧倒され、息をすることも動くこともできませんでした。そして潜在でダニエルの目を潰している何年も前の自分の姿が見えました。泣こうとしましたが泣きませんでした。やがて目覚めると私は欲望で濡れていました。ただの先走り汁が出てたって書けよ。ちょっとカッコつけるな。男性を自分の中に感じたいという。おい、女かよこれ書いてんの。愛液だった。絶望していました。それは恐怖にも似た感情でした。私はあなたの教えを持って自らを慰めようとしました。神の行為において恐怖は喜びに等しいのだと。しかしできればあなたの断魂を私の中へと受け入れ、より多くの慰めを得たいのです。その確固たる祈りによって私の子宮の中の反キリストを締め殺したいのです。聖なる願望を抱く最も忠実なあなたの信奉者。よー、ギリギリセーフだなこれ。俺の発言よりやばいかも。俺の発言よりやばいから、ちょっとピーヨン入れようか悩んでたけど、入れなくても良さそうだな、あそこ。ベッドの下に這う。ベッドの下に這う。あって、潜ると隠れることができる。なんだっけな。あ、そうだ。今回はね、なんか、這うっていうコマンドがあるの見たんすよ。だから、こんな感じで、常時床穴状態。欲望をこの母なる大地へとぶつけることができる。私のそそり立った弾痕は、この神聖なる母なる大地へ欲望をぶちまける。うわあ！ガチで怖すぎ。警戒怠ってたわ。チキンね。途上膜貫通 TY かこれ。鍵外しんよ。失礼しまーす。とさ、お感度高いかも。またこの人感度いじってるよって思ったでしょ。大事なんすわ。これ開けたらドゥンと来る可能性あるから、気持ちの準備ね。おいおい、はい、おいおい。これが神父様かな。あ、なるほどね。待って、これスライディングある？あ、スライディングあるぞ、多分。ほら。キャラコンでいなせる、これ。これ、視野角変わんのか。何々？神のなんちゃら？大丈夫でしょうか？なんかまた見つけちゃったよ。読むか。ウバの嘆き。赤ん坊が生まれるわ。探検を用意して、なぜ？赤ん坊が生まれるわ。夜のウバさん。敵の母は内から汚れ。神の子は罪にて救われる。コーラス。ハレルヤ。嵐を食い止めよ。もはや待つことは許されん。敵は夜明けに生まれよ。聖堂の門にて生きたえよ。赤子は育つ。子宮は膨らむ。赤子は育つ。地獄の使いが。チンポはそそり立つ。これな、何なんですかね。歌？聖歌。俺は13日の金曜日。何これ、何なんだろう。赤子を取り上げたのかな。ここで闇なんだ。あ、これか。え、これさ、なんか赤ちゃんいっぱいいない？赤ちゃんはどこから来るの？アマクスラル。赤ちゃんの匂いだ、これ。自分の子供殺したらしいぞ。なんかさ、あれだな。まあまあ、でかくない？赤ちゃん。赤ちゃんっていうにはでかいな。本当に。キッズだね、これ。キンキキッズ。What？
った。なんですかこれ。なぜ上に行けない？は？高身長アピいいから。きっしょ。三角木馬。三角木馬ではないな。トロイの木馬。これはハウね。やっぱりな。まずいぞこれ。セーブ入った。危険危険。パン危険。おふられた子羊の命の書において。なんだなんだ。何のゲームやってんのこれ。なんか、弾痕がどうのこうのとか言ってたから、もしかしたらワンチャン抜きゲー説あるなって思ってたけど、そういう感じでもなさそうだけどな。声近かったんだけど、これだけがガチで怖すぎる。これさ、ノームだからって言ってなんかブワンって出てくるのなしだよ。怖い怖い。いつ勝ち合うか分かんないのガチ怖すぎるわ。ママねえママー、なんかでかいんだけど。おっ、オッケー。まあまあまあ冷静に対処したら、こんなん所詮あの BGM だけのこき落としですから余裕なんすわ。あおいう大丈夫だよね。まあまあ、顔合わせでしょ？想定以上に、でかくてびっくりした。一部のものは近くで、左ボタンを押し続けると、どうのこうのって書いてあったの。はいはいはい。前作のあれね。いやあれ、どうするのが正解だったんだろうな。多分あれ、正規のルートではなかったよね。でも普通に隠れていくのが、青春派アイドルだと思うんですけど。は？あの、引きずられて持ってかれるんじゃねえだろうな、これ。振り向いたらパンチもなしね。メガネかけたらバーンもなしね。撮影しとくよ。神は我が子お望みか。なるほど。あいつの武器かっこよくね。エルデンリングにありそう。隠れるとこあんじゃん。What？大丈夫かこれ。唯一の救いは今回はバッテリー見つけやすそうなのがいいね。カメラにはマイクがついてます。TV を押すと壁越しの音が聞こえ追跡できます。あ、こういうこと？すげえ！この辺にいんだ。え？なに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 ？バレてないよね、これ。よかった。なんで周辺警戒モードみたいになってんの？意味わかんないんだけど、普通に。怖いっす。待て、なんか目の前にいるぞ。なんだこれ。なんか、カール爺さんの空飛ぶ家みたいな。よくね？大丈夫これ。待って。想像以上に近いのなんだ。
勘弁してくれよガチ。ここ開けんのか。 T でマイクつけて、この辺に、この辺にいるな。やべえ。大丈夫かこれ。うわー、やめろお前そのハイド狩りみたいな。なんだ5で回復って。新しい要素出してくるな。やべえ、どこに行くんだこれ。わかん、何もわかんない。誰だね、何何何何何これ、真っ白なんだこれ。ちょっと回復しとこうなんかわかんない、回復しとこう。なんか、え、なん、なんこれ、なんか生き残ったこれ。なんだこれ、サムネチャンスかこれ。インパクトが足りないかも。あー、なんかバイオ4の金みたいなもんね。オッケーオッケー。ちょ、悠長にここで見るか。愛する君へどうか心を強く持ってほしい。大神父様がいつもミサで言っているように、神は僕らの夢の中で自らの罪を思い出させる。そして神の恩寵を求めるなら僕らは自らの罪に向き合わなきゃならない。原始がもっとひどくなり、起きている間も夢を見るようになったら、それは試練が近づいている証だ。道行きは過酷だろうけど、乗り越えた先には楽園がある。神は僕らを愛している。僕らの手に負えない何かを可視はしないさ。愛を込めて、フィリップ。わあ、ヒゲ剃りの会社からなんか応援してもらったぞ。わお、立派な建物だな。この女を我々に授けた。勝手に持ってきただけなのでは。リン、リン、リンいる？リンどこ？靴輪を外せ。待って、なんかリンの、リンこれ違う、あれか、スピーカーから声がしてんのか。黙れ子よ、その下が嘘しか語らぬことはすでに明らか。真実は今神がお示しになる。裁きの時だ。裁きの時かっこレイプではそれ。待って、これ後で見よう。これあ、やべ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 、違う。おお、会場合ってる。こっちでこれ早めに行かないとさ、ダメな気がしたけど、ちょっと探索していいっすか？なんかね、バッテリー手に入る気がするんだよね。え？見えないな。一方通行かい。これさ、わかった。リサ助けた時にはさ、もうさ、はらまされてて出産エンドとかじゃないの？助けられるし、一緒に逃げられるんだけど、持ち物すべて差し出せ。その命も子供たちも、それらの命も私が払って救ってやろう。人殺してそう。助かりはするんだけど、助かるし一緒に逃げられるんだけど、結局、出産エンド。女の秘密を明らかにしても、こう、巧妙な飾りを何とかかんとかって書いてあったぞ。神はどんな道からでもただ私にお示しください。私は解放してやるか。これ私は敵を愛してる。準備はできた。回収。女はキリストをはらんでる。腹の中で敵を温めている。すっごい激気性な言い回し思いつくね。どうやって行くんだこれ。はい。手出してくるでしょ。はい、知ってた。残念でした。そこまで単純じゃないっすよ。申し訳ないけど。いや、これ字幕がさ、見たいからさ、なんかちょっと大変だわ。
リンレイプされるとこマジで見どころさんだからな。シール家レイプぐらい見どころだからね。これちょっと一旦上行くか。クローゼットに入ると隠れられる。なるほど。この汚い手をどけて。ダメだ。どっからだったらこれ出れるんだ。ここか。あ、リン生きてる。悠長に撮影オブジェアビス。何やってんだこいつ。そんぐらいの高さだったら余裕だろ。五点着地を覚えろ。五点着地を。痛いけど愛の力でセーフ。おお。おお。俺たちが飛び降りられるんだったらあいつらも飛び降りられるぞきっと。リン取っておくか。傷だらけだ顔。遠くよ。ここ以外のどこか。ここはもううんざりって顔してるな。まだお楽しみシーンはこの先か。どうせ落石とかでなんか進めなくなるんじゃないの。お腹が。どうした。お腹が。服装的にはパコられてないけどな。どうしたんだろう。まだこれ怪物に変貌するとかないよね。なんだ、なんか妙だな。痛い。何が起きてんだリン。なんだそのいやらしい服装。堕落した墜落した時はみんな死ぬかと。堕落って読んじゃった。てっきりリンもなんかこの短時間で思想染められたかと思ったわ。話したくない。話したくない。なんだこれ。なんだこれ。ここにはついに長年の苦労が報われ、我々の信仰心が証明された。これやっぱこの短時間でパコられてないか。パコられてない。大丈夫。お腹痛いって言ってたよ。なんかつまずきそう。女は子供をはらんでいる。私がこの手で確認したから間違いない。早すぎだろ。着床率 100% じゃん。悪魔を身ごもった女がこの中にいる。その忌まわしき容器に種を流し込んだ。女の配偶者も。俺にも。女の配偶者って俺じゃない。奴らを探せ。子供たちを殺すのだ。大地を奴らの血で染め上げろ。女の腹から悪魔をえぐり出し、その足で踏みつぶせ。なんで孕ませたんですかね。なんだなんだ。おい、絶対やばいやつらで草。主がその子をお望みだ。まずいですよ先輩。睡眠薬で眠らせられちゃう。てか俺も種付けされちゃいそうで、そっちの方が心配だわ。これリン殺されんのもしかして。あれさっきナタ持ってたよな。なんか別に音はしてないからな。あれ。おっと、なんだなんだなんだ。目隠しプレイか。リン先輩連れてかれたこれ。ポカピーポー何やってんだあれ。私は見た。我が父がお前の神を犯し殺すのを。どういうことですか。なんか目つぶしてない。なんか遠隔ロータープレイされてるみたいな感じで痙攣してるやつもいるし。ああ、もうめちゃくちゃだよ。首折られんのか。なんだこれ。なんだこの俺に抱きついてる変な土くれみたいなやつは。あれ、なんかイケメンじゃない。かっこいい人来た。神はお前たちを愛していない。私もだ。うわ、また舐められたよ。
取れながら、うぅ、やっぱり俺も孕ませられるんじゃないか、これ。何これ。何を見させられてるんですかね。これが、あの、顔舐め ASMR で合ってますか。時代は進むんだな。いた、なんついでみたいな感じで殴られなきゃいけないんだよ。暴れたからか。リン連れてかれたぞ。Oh, shit! Lin! Lin! うえ、なんだ、カメラのピントがぼやけてるぞ。